今晩もありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみに来ました。はい。ご無沙汰でございましたけども、お帰りないですか。はい。そうですね。まあ、毎日ね、はい、動画は上がってるんで、はい、元気はつらつというところでしょうけども。そうですね。はい。はい、今日はお忙しい中、時間取っていただきました。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、どうもありがとうございます。今日のテーマは、はい、ホームレスからホームジムへというね、はい、形なんですけども、はい、一応ね、はい、Mr.M さんの放送200回がもう、はい、とっくに突破したということで、本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。おかげさまで、続けてこれました。はい。ね、すごいですね。やっぱ第1回目とか、第2回目とか、はい、あの動画をアップしだした時っていうのは、まさかね、100回、はい、200回と、うん、連発で行くとは、なかなか思えなかったところもあるんじゃないですか。そうですね。うん、最初の頃はそうですね。で、気がついたら、なんか、半年走ってるもんですね。はい、そうですね。まあ、そうですね。やりながら、いろいろ学ばせていただいて、はい。はい。で、YouTube に、動画を上げると、こう、はい、コメントもついたり、コメントに返信をしたり、新しい楽しみが、はい、モチベーションに変わっていく部分があると思いますけども、はい、やっぱり反応があると、だいぶ違いますか？やっぱり違いますね。うん。でも、まあ、交流も始まったりとか、ありますし、そうですね、はい。そうですね。嬉しいですね。コメントが入った時に、やっぱり嬉しく思いますね。はい。はい、これだから最初はね、そんな俺なんかにコメント来るかなみたいなところもあったかもしれませんけども、やっぱりね、やってればね、もう気になって見る方っていらっしゃるんですよね。ああ、非常に、嬉しいですね。はい。ええ。でね、途中から私も、はい。プランクをはじめ、メタボ47っていうコーナー始めて、はい、それから効果が出だしたんですよ。あ、そうなんですね。だからなんかこう、交流するっていうかね、はい、見てくださる方がいるってのは、妙な励みになりますね。ああ、そうですね。ああ、そうですね、はい。エネルギーになると思います。励みになりますし、はい。で、結構こう、ね、日程とかスケジュールとか、ああ、はい、なんか、明日は忙しいから今日のうちにみたいなことで、取りだめとかも出てくると思うんですよね。あ、そうですね。うん、はい、でやっぱこうトレーニングって、はい、撮影を意識するとちょっと意識が変わっちゃったり、はい、まあ変な意味でねあれですけども変な言い方ですけども、はい、トレーニングを集中できなかったりね、はい、撮影を意識するあまりに、まあまあそうですねまあ、撮影込みのっていう、はい、頭がまあ働いちゃうんでそういうのが少しあるかもしれないですね、こうヒートトレーニングで、はい、朝焼けの中をこう走るところとかあるじゃないですか。あ、はい、ありますね。あれなんてカメラを設置して走ってまた撮りに行ってみたいなことを想像するんですけど、はい、はい、カメラ置いて走ってるね。でスイッチを押して、はい、そうですね、やってますね、自分一人で、ね、はい、見てる方としては普通のなんかこう動画なんですけど、はい、やってる方としてはすごい芝居かかってる、ね、そうですね、一人全部一人芝居みたいな、ええ、なんか、まあね、お互い撮影してる身だと、なんかその辺も、裏舞台も想像できて面白いなと思う。まあ、そうですね。どういうふうに撮ってるのかなとか。うん。想像しますね。で、今日ね。はい。何点かご質問して進めてさせていただこうかなと思うんですけども。はい。その前にね、ちょっと私どうしてもね、最初に聞いておきたいことがあるんですよ。はい。それは機材のことなんですけど。はい。魚眼レンズみたいな形で、はい、ホームジム全体を、こう、はい、ぐわっと撮ってらっしゃるじゃないですか。あ、そうですね。あれってのは、はい、カメラが、特別なカメラだったり、はいはい、そのレンズの設定がなんかあったりするんですか？私基本的にスマホ以外で撮ってないんで、あれやってみたいなと思うんですよ。あ、なるほど。はい、僕使ってるのは、あれです。魚眼レンズがついてるカメラで。一眼レンズ。ですね。アクションカメラで、360度撮れるカメラがあるんですけども。ああ、はいはい。それで、はい、編集するときにこう、
したりとか、はあはあ、ここの、その、あの、切り取って、その、この、映したいところを、あの、360度の中から、切り取って、はい、あの、つなげていくっていう、ふうにして、してるんです、ね。あ、じゃあ、インスタ360とか、ね。あ、そう、そうですね。あ、それで、それでやってます。はい、すごい、あれ、結構ね、こう、高いっていうか、結構勇気がいりますね、あれ買うのも。あ、まあ、結構、大丈夫かなと思って。いや、ちょっとドキドキしましたね。でしょ？はい。やっぱりあれ、3万か4万かその辺したと思うんですけど、はい、結構します。買った挙句使い方わかんなかったらどうしようみたいなね。使いこな、一応あの、下調べはして、はい。あの、私が使ってるその編集ソフトでも、あの、その、360度で、一回の変換しなきゃいけなくて、はい。それなんで、あの、対応してるかとか、あの、その編集方法とかも調べてから、うんうん。あ、これはいけるなと思って、買うも決めました。つまり、そうですよね。ちょっと、あの、調べないと怖かったんで、はい。使いこなせるかっていうのは。うん。はい。で、やっぱそういう時に、きっと、インスタ360の、その、動画検索とかして、はい、レビューとか見てると思うんですよ。あ、見ますね。見るでしょ？見ますね。全くそれと同じで、はい、筋トレグッズとか、ダイエットに必要なサプリメントとかって、はい、やっぱ下調べするんですよね。あ、そうですね。まあ、絶対気になりますね、それは。ええ。まあ、今は、ね、気になりますねってミスタイムさん言われましたけど、はい、気にされてる方ですからね、今。ああ、なるほど。ということで今日は、はいはい、ホームジムを、いくつかのタイプに分けて、はい、これからね、ホームジム考えてらっしゃる方の、ちょっとヒントになればなと思うんですけども、はい、やっぱりこう、はい、あの、例の感染症のことで、はい、ジム通いがね、できなくなった人が、これを機会にホームジムやるぞって感じで、部屋に設置してる方もいると思うんですよ。あ、そうですね。そういう方のね、まあ、レビューのネタにもなりますんで、はい、今日はちょっとね、はい、そういう方を想像しながら、あ、検索されてるなと想像しながら、はい、あの、いろいろとね、深掘りしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあ、前半はホームジムなんですけども、はい。まあ、私もホームジムね、はい、つけていて、はい、すごく簡素なものなんですけども、はい。これからホームジムを、はい。なんかこう、自分の部屋につけようかなと思われてる方に、はい。まあ、まずホームジムって言っても、いろんなタイプとか、ランクとか、価格ってあると思うんですけども、はい、そうですね。どんなこう種類があるのかなと、何種類ぐらいに分けることができるのかなっていうのは、ミスター M さんなりに何かあります？種類、そうですね。大体こう、一番最初に、あの、家でトレーニングしようって考えたときは、はい。おそらく大体皆さん、ダンベルを考えると思うんですけども。そうですね。はい。で、まあ、そうですね。そうすると大体、5種類とか6種類とか、まあその何を置くかによって、うん、あとはその組み合わせですね。おう、はい。それによって種類は分かれると思うんですけど、うん。まあ、大体多いパターンでいくつか、まあ5、6種類ぐらいあるかと思うんですけど、はい。まずダンベルだけとか、バーベルだけとかを買う場合と、うんうん、はい。その次のステップだと、まあ、それにあの、ベンチ台をプラスするっていう形。うん、はい。で、だからダンベルとそのベンチを使ってできる種目を やってみると。ああ。いう形ですかね。それで、次がその、うん。その、それちょっと物足りなくなった人は、うん。まあ、ちょっと、できない種目があったりすると、まあ、懸垂がしたければ、ああ。懸垂の、ぶら下がり健康器みたいな。はい。1万円ぐらいで買える。はい。あれを置いてみたりとか。うんうん。その、次の段階に行くと、その、まあ、ラック関係ですね。ラック。ラック関係で。それか、まあ、ベンチプレスだけできるものとか。はい。もしくは、ベンチプレスとスクワットができるもの。うんうん。その次のラックですね。そうそう。その次に本格的に行くと、ハーフラック。おで、パワーラックっていう感じで、はいはい、もうちょっとこう、高額で、
はい、まあ、高重量の使えるようなものになっていくのかなっていう。うん。そうですね。うん。まあ、本格的になれば、その、まあ、スペースも取りますし、はい。まあ、器具も高額になりますし、うん、はい、うん。そういう段階じゃないかなと。また、もっと本格的にするんであれば、はい。ケーブルで動く、はい。マシンとかもあるんで、はい、はい。こちらにトライされる方もいらっしゃると思います。うんうん、はい。あ、なるほどね。はい。まさに今、私の2階に置いているのが、はい。バーベルダンベルベンチっていう、一番初期の、誰でもね、どんな形の部屋でもできるものだと思うんですよ。はい。やっぱりこう、自宅があって、一人暮らしでも家族持ちでも、はい。ジムを小規模ながら設置しようとしても、一定の場所取りますからね。はい、場所取りますね。ね。それはどうしても、はい。場所っていう問題も結構考えないといけないんで、お金出して機材買いましただけじゃ済まなかったりしますんでね、はい、まずはダンベルバーベルベンチでも結構の場所を取るってことを意識する。そうですね、で私はまあそれなんですけども、はい、まあ、ミスター M さんになると、はい、このパワーラック入れてらっしゃるじゃないですか。はい、入れてます。はい、でしかもこれ一つの部屋がそれになっちゃいますよね。あ、もうなっちゃいますね。なっちゃいますね。今回はもうそのそこで一部屋潰しちゃってますね、今回は。ええ、はい。だからすごい本格的も本格的だと思うんですけども、うん、はい。パワーラックの場合って、はい。バーベルがあるじゃないですか。はい、バーベルありますね。あれが百数十キロとかになっちゃう場合もあると思うんですよ、ちょっと頑張ると。そうですね。100、まあそうですね。100は超えてきますね、大体。ええ。そうなると、はい。はい。ガーンって置いたときに、ものすごいこう、荷重がかかると思うんですよね。はい、そうですね。はい。そうなると、はい。例えば、はい。1階にしか置けないとか、はい。2階はちょっとこう、持って上がったり、組めないとか、その荷重の問題で、ちょっと心配だっていうこともあると思うんですけども、はい。ミスター M さんはこれは何階っていうか、1階なんですか？今は1階になってますね。あ、1階ね。はい、うん。前は2階。うん、前は2階だったんですけどね。ああ、はい、コンクリの部屋で。コンクリの部屋。あれもかっこいい、なんか、バッグでしたね、あれ、あの部屋。あ、そうです。うん。はい、むちゃくちゃなんかこう、昭和世代の憧れの秘密基地みたいな感じのところで。はい。はい、ね。ちょっとおしゃれな感じ。ええー。で、今回はそのジムを作るところまで動画があったんで、はい、非常に見やすくって。はい。はい、予算組もあれ見てる方って、ああ、ホームジムこのレベルでやったらこのぐらいかかるのかみたいな、すごい具体的だったと思うんですよね。はい。うん、あれすごい永久保存版になると思いますよ、あれは。はい。うん。今回はそうですね。ええ。はい。それで、はい、いくつかの段階に、その、ホームジムって分かれると思うんですけども、例えば私のやつなんての、ほんと、誰でも、よし、ホームジム作るぞって言ったら、割と低予算で、必要最低限の場所でできると思うんですよ。はい。で、まあ、パワーラックとかって結構勇気がいると思うんですよね。そうですね。ね、あれも、インスタ360にもう負けず劣らず、はいはい、部屋1個がそれになっちゃいますから。そうですね。かなり気合が入るなと。そうですね。非常に。はい。はい。まあそこでね、ちょっとこう、簡単な分類を、はい、私なりにしてみたいんですけども、大体それに対してどのぐらいかかるのかなってことが分かる範囲でね、はい、はい、まあ、いろんな、その、なんですか、メーカーとか材質とか、はい、プレートの数とかにもよるんですけども、ね、まあ、ざっくりとどのぐらいの予算なのかな、要するに、定額なのか、高額なのか、超高額なのか。大体の、はい、っていうことですね。で、まずは、私のバーベルダンベルベンチなんですけども、私はベンチはね、はい、メルカリで5000円ぐらいで送料込みで買ったんですよ。はい。で、バーベルダンベルは、それぞれ買い増しだったんですけども、はい、そのファイティングロードさんの新品をアマゾンで買って、はい、多分合計で2万円ぐらいだったと思うんですよね。ああ、なるほど。で、案外かかるのが、下に引く、はい、シートっていうか、軽トラのゴムがあるじゃないですか。ゴムのマットとかですね。そうです。あれ4枚買うと、はいはい、なんか3万近くなるんですよね。マットが意外と高いんですよね。高い。はい。揃え、なんか揃えるとなると。はい。
まあ、ですんで、合計で、まあ、大体、あれでも、あの小スペースに最低限のものがいても、はいはい、まあ、5、6万かかっちゃったところなんですけども、はい、やっぱりミスターハイムさんも、あのぐらいの産み立てだったらそのぐらいの予算だって感じですかね。そう、僕も、あの、いきなりパーラックから始めたわけじゃなくて、やっぱりダンベルだけ買ったりとか、うん、少しずつ足していったんで、うん、バー、ダンベルとベンチとか、はい、で、ダンベル、ベンチ、あとその下のマット、それからバーベルを買ったりとか、他のマシンを買ったりとか、はい、してきたんで、まあ、その都度金額が、そうですね。ね。もう上がっていってた。いきなりはね、なかなか全部揃わないと思いますけども。はい、そうですね。割と初期からグローブはされてた感じですか？あ、グローブはしてました。やっぱりこう豆がどうしてもできてしまうんで。はい。そうですね。あれ、案外絶対ですよね、もうグローブは。ああ、あった方がいいですね。うん。どうしてもここ手のひら、豆ができちゃうんで、ここのところに。そうなんですよ。はい。で、やっぱりずっと、筋トレしてると、なんか手のひらが痛くなるんで、すぐいるなと思って。はい、ああ、もう、あった方がいいですね。もう最初から。うん。あと、できれば手首を固定するような、なんか手首巻くのがあった方がいいですね。そうですね。ここも、固定できた方が。はい。怪我の防止になるんで。はい。いいですね。あとなんか、その、手首の固定とか、はい、手のひらのガードもあるんですけども、あれ、はい、グローブするとなんか妙にやる気になるんですよね。まあ、そういう面もあると思います。なんかこう、ユニフォームというか、まあ、ええ、そうですね、こう。結構やる気って大きなファクターだと思うんですけど。そうですね。やっぱお気に入りのものを身につけると。うん、はい。はい。ね。で、次の段階になると、なんですかね、やっぱりラックを考えられる方って多いと思うんですよね。はい。で、今回私いろいろこう、調べてみて知ったのが、ハーフラックってのがあるらしいんですけども、はい。パワーラックに比べると、はい、ちょっとこう、圧迫感はなくて、お手軽感はあるんですけども、はい。ハーフラックは考えられなかったんです？僕の場合、やっぱりまあ、スペースで言うと、ハーフラックのは、おそらく全然場所を取らない、圧迫しないと思うんですね。はい。四角形、はい、半分ぐらいで、なるんで、うん。はい。なんですけど、まあ、安定性っていうところを考えて、僕はパワーラックに、うん、まあそうですね。まあ一人で、トレーニング、まあ基本するんで。はい。それなんで、そうですね。ハーフラックがちょっと不安かなと。うん。いうところで、パワーラックに飛びましたね。はい。うん。やっぱりね、ハーフラックって、はい、なんか私が思うところ、はい、ハーフラックからスタートするっていうよりも、はい、なんか他の機材があって、パワーラックがあって、はい、補助的にハーフラックっていう考え方なのかなって今思ってるんですよね。ああ。やっぱメイン機材がハーフラックだと、いまいち、その、はい、パフォーマンスが出ないっていうか、はい、うん、なんか、なんとなく、ジムっぽさもちょっとこう、薄らぐかなとか。はい。もしかしたら使い勝手も悪いのかもしれないですけど、まあ想像ですけどもね。あとはそのスペースの関係だと思うんですよ。どちらを選ぶっていう時に。なるほど。パワーラックはその横幅が、うん、取ってしまうんで、うんうん、そうするとその部屋の、そのスペースの関係で置けないからっていう場合が出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。その、どちらを選ぶっていう場合に。そっか、そこは大きいですね。はい。うん。やっぱり、普通のお宅、まあ、一戸建てを想定すると、一戸建てに最初から、ジムを作る設定で家を建てる人ってあんまりいないと思うんですよね。なぁ、それは考えてないと思います。で、そうなると私思ったんですけども、はい、普通の家に、一階にジムを置こうかって思うと、もう置くところがなんかないような感じなんですよね。なんか駐車場とかになっちゃうのかなと思ったり。ああ、なるほど。で、はい、まあ2階にホームジムを設定しようと思うと、はい、まあ余ってる部屋が探せないでもないんですけども、そうなると、床の強度の問題があったりとかして、はい、割とパワーラック引くのっていうのはその辺もあって、はい、うん、こう、決断がね、ハーフラックに
揺れるのかなっていうところもね、今回ちょっと思ったんですけども、はい。まあ、単純に価格とスペースの話をさせていただくと、はい。価格っていうのはハーフラックとパワーラックって、やっぱりパワーラックの方が価格が上になるんですよね。ああ、なりますね、それは。うん。はい。どうしても。あとは、そうですね、特徴としては、パワーラックっていうのは、まあ、大いに場所を取るということなんですね。はい、場所は非常に、もう完全に一部屋は潰れてしまうっていうのも、あとは。いいと思います。はい。じゃあ、例えば、6畳でパワーラック入れるとなると、はい、もう本当、はい、何にもできないみたいな感じですか、ね、あ、そうですね。今、そういう状態になっちゃいました。ミスター M さんの部屋は、今入れてるところは6畳なんです。まあ、約6畳。あ、そうなんですか。かなりなんか、動画を見る限り余裕がありそうに見えるんですけど、そんなことないんですか。あー、多分、前のところよりは、余裕はあります。いい感じで。本当にパワーラックしか置いてないので。はい、完全に。はい。そうですね。前はちょっと後ろの方に普通に パソコンとか机とかあったんで。はい。はい。そうですね。だから。あ、じゃあ撮影の時はこう黒い幕をして。まあ、幕をして。だってだからもう、うん、今の半分ぐらいのスペースに学校を置いてたっていう感じなんで、すごい。まあ、後ろから映してるから広く見えたかもしれないですけど。ああ、はい。実はかなり狭い、もうギリギリだったんです。ああ。はい。いや、でも、その、以前の部屋につけても、今回の部屋につけても、パワーラックを置いてやってるっていうところは、多分ね、はい、その大きな部屋を持ってる方ってあんまりいないと思うんで、そうですね。ね、8畳とか10畳っていうか、なかなかそれを独占してる方っていないと思うんで、はい、すごくいいヒントになりますね、きっと。はい。スペースでやってるぜ、みたいなのは、相当工夫してされてると思いますし。工夫はしてますね。ね、うん、まあ、はい、そうですよね。はい。まあ、そういうところも、きっとね、これから動画見てらっしゃる方のヒントになると思いますんで、はい。またね、小スペースでどういうふうにやっていくかとか、これを部屋の中に置くのは諦めろみたいなね。きっと、その、まあ何、漫画本の、何、本棚とか絶対置けないと思うんですよ。ああ、置けないです。前は棚とかも一緒に置いてたのすごい苦しかったです。ああ、はい、うん。そうでしょうね。はい、で、パワーラックっていうのは、その、はい、ランクもあると思うんですけども。ありますね。ミスター M さんは、ファイティングロードですかね。あ、僕はですね、アイロテックっていうメーカーなんですけども、はい、はい。割と使い勝手が良くて価格も値頃みたいな。ファイティングロードさんも一段階上ぐらいのあたりですね。価格帯とか、はい。はいはい。そのパワーラックを買うときに、はい、やっぱり最も重視したところっていうのは、どんなところで、はい、例えばチンニングができるとか、あなんですかね、バーを刺す感覚もあると思うんですよ。穴ここがあるみたいな。ああ、ありますね、はい。ああいうので何センチ感覚とか、はい、自分の体に合うものとかっていろいろ考えられたと思うんですけども、あ、そどの辺最も重視っていうか決め手になりました。あ、まずポイントはやっぱり部屋のやっぱりその狭かったんで、その寸法ですね、そのラック自体の寸法がどれぐらい取るかっていうを置いたときに横幅と奥行きですね。はいはい。どれぐらいかっていうのと、あと天井の高さも、しっかり測らないと、部屋によっては、そうですね。ちょっと、不自由な。天井が近すぎちゃったりとか、はいはい。する可能性があるんで。で、まあ、それと関連して、まあ、僕は、懸垂は絶対にしたかったんで、はい。そこでやっぱり、高さを気をつけないと、こう、うんうん、上がってった時に、もう壁がこうなっちゃって上がれないっていうふうになると困るなと思って、はい、そこは今回単管でね自作されてましたよね。あれはちょっと増設して、はい、こういうふうに縦に握れるようにやってみます、はい、ああすごいなと思いますね。やっぱりこうパワーラックね、横幅も狭ければいいってもんでもないし、広いと部屋がどうにもならなくなるし、はい、うん、全体サイズもかなりね難しいですよね、はい。で、しかも、はい、うん、そうですね。パワーラックの幅も、その製品によってそれぞれなんですけども、はい。僕だとベンチプレスをやるので、はいはい。この、ベンチプレスのその自分の、うん、持ちたい幅って、
あるんで、その幅が、はい、狭いのだと、うん、いつものもうちょっとできなくなっちゃうので、はい、そこら辺は気をつけました。なるほどね。はい、でもこう腕を開く、この、あれですよね、横幅もどう取るかっていう問題ありますよね。そうですね。部屋との相談もありますけども、自分のこのやりたい幅、うん、はい、確保できるかっていう。やっぱ狭いのだと、狭くしか持てないっていう、そうですね。もあるんで、そういうのあるかな、可能性もあるので。あとはその、耐荷重ですね。ああ、はい。あの、楽時代の。ええ。なんかちょっと重いの、100キロ。うん、まあ超えた場合、まあまだそんなにそこまでを高重量扱ってないですけども、はいはい、先々ちょっとこうレベルがアップしても耐えられるかっていう、はい、うん、ところで、うん、で、そのアイロテックさんの中でも高重量タイプっていうのを選びました。はい、おお、じゃあ先々のことを考えて、はい、トータルで見たわけですね。そうですね。まあ、なかなかパワーラックっていうのは、じゃあ新作が出たから買い替えましょうってわけにいかないですね。なかなかいかないですね。ね、あれも一生もののつもりで買わないといけないですよね。まあ、その予算があれば買いたいですけど、はい、いや、まあ、買いたいって気持ちありますけどね。まあ、予算があれば買いたいなとか、もうちょっと広くしたいなとか思ったりとか、あ、はい、今でも、でまあ、思ったりしますね。はい、あと、うん、安定感とかも多分、高額なものの方が、はい、多分安定感いいんじゃないかなと思ったりとか。うん、じゃあ、こう、何ですかね。もし、はい、まあ、お金ですとかスペースの条件が全部解き放たれたら、はいはい、あれが欲しいなみたいな目つけてるのは結構あるんですか？ああ、だから、こう、現実的じゃないから、こう、あんま考えられないというか、なんかあれですけど、でも、あれいいなと思った、その、なんか本格的な、なんか、はい、パワーリフティングのジムにあるような、あ、なんかこう、有名メーカーのみたいな、はい、そういうのは憧れますね。あ、そうですね。がっちりとした、もう、うん、骨太で。はい。はい。金額も、おそらく何十万ってするんじゃないかなっていう。はい、なんかね、パワーラック調べると、100万超えのもあったりするんですよね。そんなのあるんですよ。どこが違うんかわかんないです。何十万とかね。あれ多分、はい、もう完全ホームジムじゃなくて、はい、ジムを経営するのが、はい、本格的にバンバンバンって置いて、あ、それこそ錆びないし、10年ぐらい使えるし、はい、もうプレートは何枚引いても大丈夫みたいな。あ、本当にもう。もうね、スタローンが来ても使えるようなやつ。あ、そういうのは、いや、憧れますね。あれ、ああいうの。ね、はい、一般人のなかなかバーベルにしても70キロ、80キロメインで使う方の用途ではなくて、たぶん100万超えっていうのは。あ、そうです。だから、我々が使うのはね。はい、そうですね。そこそこのになると思うんですけども、はい、他にもね、なんか調べていくと、その、はい、いろいろできる、はい、このレバレッジシステムっていうのがあって、はい、なんかケーブルで、なんですかね、まあ私も聞いたことがないようなトレーニングがいっぱいあって、はい、うん、なんかこの前教えていただいて、そうそうそう、あれです、あれ黄色いマシーンで、黄色いの、はい、ケーブルの、はい、はい、ああいうタブもありますね、はい、あれは確かにね、なんでプレートを使わないんで、はい、うん、ギリギリまで追い込むことできるんだろうなと思ったり、そうですね、安全面とかは、はい、おそらく、そうですね、一人でパワーラックでやってるよりは、はい、あるんじゃないかなと思いますね。ただ、むちゃくちゃ高いというね。そうですね、びっくりしましたね。あれは、こうするんだなと思って。はい。手も足も出ないなと思っちゃう。でも、あんなのが一台だったらいいなみたいに思っちゃいます？あの中で、うん、やっぱりやれる種目で、うん、あの中で、やれる種目、まあ、今の環境だとできない種目があったりすると、はい、いいなと思ったり、うん、うん、そうですね、はい、なんかその何パターンもトレーニングがあって、はい、あれもこれも試してみたいなっていうのと同時に、はい、まあ、私なんて特にバーベルダンベルベンチしかないんでほとんどのものができないんで懸垂なんて全くもうどうでもできないですからねあ、そうですね、まあ、ですね、あれですよ。そうですね、
はい、なんかその、庭にある木にぶら下がってこうやったりしてますけど。はい、まあ無理ですよね。足場も悪いし。そうですね。ないときは公園に行ってとか、はい、うん、かぶら下がれるところまで行ってやったりしてましたね。ああ、やっぱり。はい、うん、そうなんです。公園もあるんですけど、なんかいまいち恥ずかしいですよ、ね。はい。まあね、いろんなこのホームジムのタイプと、それに合わせた寸法、予算、荷重ってのをいろいろ考えながらやっていくと思うんで、やっぱりレビューってのはこれからもね、求められていくと思うんで、はい、その辺もね、これからも動画で提供していただいたりとか、はい、ミスター M さんなりの解釈をね、はい、まあ、世の中に提供していただくと、大いに役立つ方は増えるんではないかなと思いますんで、はい、続きね、ミスター M さんが欲しいなと思ってる、はい、なんかこう、ね、パワーラックとかあったら、はい、そのカタログを見ながらつぶやくみたいなのも、これなんか受けると思いますよ。はい。はい、うん、それはたくさんありますね、おそらく。たくさんね、ありますよね。ありますね、それは。はい、うん、まあ、ジムとかに行くとね、もう、はい、なんか遠慮なく設置してあるんで、はい、いろいろ使わせてもらったりしますけど、はい、それやっぱりね、いざ自分のものにしようと思うと、はい、まあ予算的なものだけでもかなり、ハードルが高いんで、そうですね。うん、今回ね、中古ってのもいろいろ考えてみたんですよ。はい。で、ジムに行くと結局、はい、中古じゃないですか、全部、行ってみれば。まあそうですね。ねえ、みんなで使ってますからね。はい、そうですね。そう考えたら、ホームジムの時に、新品じゃないといけないってこともないんで、まあそうですね、それ。ねえ、ヤフオクとかね、はい。まあメルカリとかラクマとかっていうのを一通り軽く見たんですけど、はい。はい、今、ホームジムの中古も人気で、こういうシーズンですから。ああ、なるほど。全然ないし、あってもね、新品同様の価格というね。価格もそうなんですね。価格も結構高いんで、私の読みだとね、はい、私の読みだと、はい、今みんな、ステイホームが長かったんで、はい、ジム通いの方が結構ね、中古を新品はじめ、はい、家でジム作ってると思うんですよ。ああ、そういう、そうですね。おそらくそういう動きになってるんじゃないですか。で、はい、しばらくすると、ホームジムも、例えば奥さんに怒られたりとか、飽きたりとかして、はいはい、解体して中古で売る人が、あ、3、4ヶ月後に出ると思うんですよ、私は。はい。その時狙おうかな。なるほど。中古は。タイミングとしては。そうなんです。その時はみんな一斉に出ますからね、多分。はい。ちょっと値下がりもしてくると。ええー。可能性としては。うん。結構この辺はね、はい、一眼レフカメラの中古転売をしてたことがあって、はいはい。あ、そうなんですね。あれね、なんかシーズンって旬があるんですよ、はい、中古カメラって。あ、僕も少しだけやったことが。ありますね。やった時期あります。はい。はい。なんかクリスマスシーズンはものすごく売れて、はい。はい、3月、4月、5月も結構ニーズが高まるから、中古が売れるんですけど、はい、はい。なんか気合い入れて買った人が秋に手放すシーズンってのがあって、うん。あ、秋が、そうなんですか。大体。で、私の感覚でね、9、10、11月ってむちゃくちゃ仕入れが楽だったんですよ。はい、ああ、そうなんですね。なかなかカメラを使ってどうこうっていうのが、なくなるのと、はい、はい、入学式なんですよね。卒業式、入学式って、あ、お父さんが三脚込みで買うんですけど、はい、で、それが終わるとしばらく使わないんで、はい、で、スマホカメラになっちゃうんですよね。あ、なるほど。そのうちにカメラがだんだん邪魔になってきて、はい、金に変えようかなみたいなのが、だいたい秋ぐらいに、そんななんか流れがあるなって思いながらね、やってたんですけどもね。はい、まあ、ホームジムも、バーっとね、みんな勢いで今買ってますけども、はい、冷静に考えたら、うん、なんかえらい邪魔になってきて、はい、なんかハンガーかけたりとかするんじゃないかなと思うんですよ。なりがちです。意外と、そうですね、うん。うん。ということでね、中古はね、はい、今回苦労して買うよりも、数ヶ月見ようかなっていうところで、はい、ホームジムに関しては、しばらく私はこのままで行って、小物は買い足そうと思うんですよ。はい、グローブとかね。プレートのゴムのカバーとか、あると思うんですけど。はい、ありますね。あと、肝心なのはあれ、靴ですね。なんか家の中で靴履くのは変なんですけど、はい、ホームジムとなると絶対にシューズいりますね。ああ、そうなんです。僕もちょっと履くように。はい。そうですね。知ってます。もう以前はね、スリッパで、はい、スクワットとかしてたんですけど、踏ん張り効かないんで、はい、ダメですね。でも、靴下、スリッパ。危ないです。危ないです。危険です。はい。
まず、ね、シューズもね、はい、ちょっとこれからシューズとグローブとか、はい、あとヨガマットですけど、ヨガマットもダイソーで買ったやつじゃなくて、はい、なんかちゃんと2000円ぐらいのいいやつをね、はい、使おうかなと思ってる。ああ、なるほど。はい。はい。まあそういうのもありますんで、小物も結構買い揃えていくと、はい、なんですか、プレートのクリップとかもそうですけども、なんか割と小刻みにかかるんですよね、お金が。ああ、そうですね。ちょこちょこかかりますね。はい。そ揃えていく。で、今回、ミスタイムさんの、なんかこう、ベルトを買ったじゃないですか。あ、ベルト買いました。あれも5、6000円といえば、はい、まあまあ、払えない金額じゃないんですけども、他のものもいろいろ買った上での5、6000円って結構痛いですよね。あ、そうですね。なんかこう、いろいろ揃えるとなると。うん。やっぱ少しずつ少しずつになってきますよね。そうですね。はい。はい、で、その中でね、ミスタイムさん、ちょっと後半の話になってくるんですけど、はい。やっぱ体を鍛えるのには機材も必要だと思うんですけど、はい、今度片っぽだよね、はい、体の中から作んないといけないところもあるんで、はい、プロテインなんですよ、はい、ね、プロテインのこともいろいろと動画の方で関わらせてもらいましたけども、はい、まあ、ミスター M さんの考えるプロテインっていうのは、はい、大体どういうふうな捉え方をすればいい、どんなもんなんですかね、これは。僕自身は基本はまあ、プロテインは、タンパク質なんで、ただ、英語でプロテインで、日本語でタンパク質なんで、うん、はい。それで、まあ、基本的には栄養の補助食品だと思ってるんですね、うん、捉え方としては。はいはい。なんで、まあ、基本は、固形物の食事が基本で、うん、はい。で、足りない分補うために、その、プロテインを。うん、飲むっていう風に捉えてますね、うん、そうですよね。その話を聞くまで私もね、はい、食事の代わりにプロテイン取ってたんで、はい、良くなかったなと思ったんで、食事はちゃんと取るようにしてプラスでプロテインを補給するみたいな、はいはい、タンパク質って食事の中で十分取れないと思いますんで、なかなか取れないですね、日本、特に日本の食事の場合は。あ、やっぱりそうですよね、取れないですね、うん、まあ、ですんで今回はね、プロテインをこうシェーカー込みで買ってですね、しっかり飲むようにしてはいるんですよ、アドバイスの通りに。はい。ありがとうございます。ええ、こちらこそ。で、プロテインのついでに、こういったね、はい、はい。ちょっと見えにくいと思いますけど、これ。プロテインバーですか？プロテインバー、クラッシャーっていうね、はい、お菓子みたいなやつなんですけど、チラチラしてすいません、見えないと思います。あ、いえいえ、これですね。あ、見えました。見えました。見た。はい。で、こういうのを取りながら、はいはい、まあ、これは間食みたいな感覚なんですけども、はい、でもね、やっぱりプロテイン量とかシュガーの量とかが表示されていて、はい、とってもこう扱いやすいなと思ってるんですよね、はい、うん、やっぱりこういうのも、うん、まあ、予算の許す限り使っていこうかと思うんですけども、はい、プロテイン類もその、まあ、買ってみると割と金額いって、はい、あ、非常にかかりますね、プロテイン。あんまくびれないですね。で、ちょっと結構、はい、そうですね、金額かかるので、量を、量、特に結構、僕も大量に、1日4回ぐらいは飲むので、はい。そうすると、もう、まあ、金額もちょっと、毎月ちょっとバカにならないので、はい。そうですね。はい、うん、まあ。今回ね、プロテインの、中で、マイプロテインっていうのは私、初めてなんですよ、はい。まともにプロテインを取るのは。で、マイプロテインってブランドのものをちょっとこう、はい、取るようにしては見たんですけども、はい、ミサイムさんのおすすめのプロテインのブランドっていうのは他にも何種類かあります？そうですね。僕はもう今いろいろなメーカーさんの飲んできたんですけども、うん、まあ、僕はちょっと まだマイプロテインさんは、ちょっとチャレンジしたことないんですけども。うん、うん。うん、そうですね。まあ、国内ですと、まあ、うん、まあ、有名なザワスさんとか、はいはいはい、はい。よく出てる B レジェンド、最近よく出てる B レジェンドさんとか、うん。うん、うん。そこら辺は飲んできて、あと海外のものですね。海外のもので、筋トレ YouTuber さんとかがおすすめしてるようなもので、うん、ゴールドスタンダードっていうメーカーだったりとか、はい、あ、そういうのもあるんですね。そういうのもあるんですけども、そういうの、うん、結構いろいろ試してきました。はい。
それで自分に合う合わないとかがこういろいろ分かっ、自分が合う味だったりとか、はい、合う成分だったりとか、うん、ちょっと分かってきたので、うん、だいぶこう落ち着いてきた感じです。ああ、割と絞れてきたような感じ。絞れてきた感じです、うん、うん。そのプロテインっていろんなブランドがあると思う中で、はい、多分基本的には同じような栄養分とか成分とかではないかなっていうふうに、まあ、ぼんやり考えてるんですけども、はいはい、うん、やっぱりそれでもこっちにするあっちにするみたいな好みが出るのは、はい、やっぱ味とか、はい、うん、あとそうですね、まあ、なんですかね、飽きる飽きないっていうのもあるんですかね、やっぱ同じ味にも飽きてくるとかあると思いますね、うん、僕もプロテイン選ぶときに、まあ、いくつかのポイントは うん、このポイント外せないなっていうのが、うん、4つぐらいあって、はい、まあ、第一にやっぱり味がきますね、うん、あのた、まあ、先ほども言ったように僕は4回ぐらい、はい、1日飲むんで結構大量にそれで毎日飲むことになるんで、はい、味が合わないとちょっと苦しくなっちゃって、はいはい、ちょっと飲むのが嫌になって結構苦しいんですね。はい、なんで味は合わないとちょっと、うん、っていうのはまず一つ目ありますね。まあ大きいですね、味はね。味は大きいですね。うん、はい、やっぱこう飲むのが苦痛になると、はい、せっかくのプロテイン取れなくなっちゃうんで。それで、はい、そうですね。そうするとちょっと意味がなくなってしまうんで、はい、うん、結構味で今まで結構失敗、自分に合わなくて、はいはい、あ、どうしようっていうことが結構あったんで、うん、まあ、あのお試しのものを用意されてるメーカーとかだと助かるんですけど、はい、あの 100g ぐらいでこう、うん、それで試して、それから、まあ、だいたいあの買うときはこれは大容量で買った方がお得なんで、はい、そうですね、そういうお試しパックとかあるといいんですけど、うんうん、ない場合はもう3キロ、1キロとか3キロとかで、うん、結構チャレンジになっちゃうので。ですよね。そうですね。あれだって、まあ、はい、レビューで、うん、レビューで、そこもやっぱりレビュー、あ、もうそこ見ますね、あの、結構やっぱり気になりますね、そこは、うん、やっぱレビューすごい大事ですね。大事ですね、うん。なんですけど、結局最終的には自分の口に合うかっていうところなんで、うん、だからそのレビューですごい美味しいですとか言っていっても自分にどう合うかっていうのが最終的には大事になってくるので、はい、うん、いや、そうなんですよ、あれね、はい、結構 YouTuber さんで、はい、広告料をもらって企業案件でやってるのもあるんで、あ、そうですね。そうすると。判断つきかねるんですよね。わかんない。なん、まあ多分、うん、下手なことは多分言えないでしょうから。ええー。だから特に人気 YouTuber さんになると、はい、あの、企業にいわゆる忖度してね、はい、はい、あの、美味しいですとか言ったら1年分とかもらえたりするんで、うん、そういう事情がある。そういうふうに見ないといけないのも悲しいんですけど。最終的にはやっぱ自分で、はい、確かめなきゃっていう。はい、はい、なってきてしまうのは、うん、大変ですけども、ね、まあ、ですけど私のね、プロテインに関してのレビューの見方っていうのは、はい、再生数の少ない方の方がまだ正直に話してるんだろうなと思ってるんですよ。あ、まあ、そうの見方は、あ、そうかもしれないですね。うん、逆に素直に喋ってると思うんですよ、ね、そうですね。それは割と私はそういうのを見ているかなってことですけど、はい、まだあの、はい、ブランドは決めかねているんですけどもね、はい、まあそのうち落ち着くかなっていうのんびりと、あの、飲み比べてみようかなと思ってるところです。はい。また、ミスタイムさんなりの、その、プロテインのね、あの、なんかこう、感想とかもこれからもお送りいただけると思うんで、はい、その辺もよろしくお願いします。まあ、よろしくお願いします。うん。なんか見たことも聞いたこともないようなね、なんかその、なんですか、ドンキホーテにいきなりあるみたいな、はい、そんな名もなきやつでも、自分に合えば言うことないですしね。はい、そうですね。まあ、自分、まあ、味があって、こう、お腹壊さないとか。はい。あの、お腹が緩くなったりするもの、相性があって、はいはい、お腹に合わないのがあるんで、うん、そういうのも今までありました。ありました。はい。はい、うん、
まあそうですね、確かそういう動画もミスタイムさん上げられてたと思うんですけども、はい、お腹にね、受け入れられるのかどうかっていう、まあなんせ大量に摂取しますからね、プロテインの皆さん。そうですね、お腹が壊すってことは吸収もうまくいってないっていうことになっちゃうので。ああそうですね、だからお腹、まあその負担ないのを探したいですね、うん、確かにね、はい、はい、まあなんせ飲む量がこれこの大きさですからね、1回につき。そうですね、1回も多いですし、それで1日3、4回とか、はい、飲む回数も多いんで。ええ、はい。そうなんですよ。今ならまだね、水分摂取には抵抗がないんですけども、寒い時期とかになってくると、はい、500cc がなかなか飲めないんですよね。ああ。あとはそのお腹が張らないっていうのも僕ポイントにしてますね。ああ、はいはい。結構、そうすると、ご飯が食べれないとか、はいはい、次の時飲むのが辛いとか、たぶんたぶんになっちゃう。なんで僕はやっぱどっちかっていうとあんまりこう濃いのではなくて、濃厚なやつじゃなくて、うん、ちょっと薄味が好きですね。おお、なるほど。お腹が張るようにするために、うん、ちょっと薄、できるだけ薄いのを僕はあの好んで、はい、してます僕は。はい、あ、かなり大事なポイントですね、それもね。まあその中で、あの、先ほどもちょっと出ていったんですけども、はい、おすすめのプロテインメーカーっていうのは何個か、お考えあります？あ、今、僕が飲んでるのは、はい。見えますかね、これは、ね。ワイプロテイン、でかい。これは、エクスプロージョンさんっていうんですけど、おう。国産。国産で、メイドインジャパンですね。はい。これ最近、日本で割とシェアのあるメーカーなんですけども。大きいですね。これは3キロですね。おお、3キロなんですけども、コスパがすごい良くて、はい、だいたい5キロで5、6千円ぐらいで買えるんですね。あ、5キロで、3キロでですね。3キロで、はい、うん、で1キロあたりだいたい1500円から700円ぐらいの。あ、いいですね。なんで、まあ、多分これがおそらく今、おそらく出てるので最安なんじゃないかなって思いますね。うん、プロテインメーカーの中で。おそらく。はいはい。はい、で、じゃあ、プロテインをたくさん取られる方は、ちょっとまずは試してみろみたいな感じですね。そうですね。味もそんなに悪くない。うん、好みの、ちょっとこう、あっさりした味を。はい。揃えられてるので、うん、非常に助かってますね。あ、何種類か味はあるんですよ。今11種類ぐらいあります。そんなにあるんですか。ありますね。お、はい、これは飽きなく飲めそうですね。そうですね、うん、はい、すごい。3キロ でかい。これ僕は買うときはこれで、これかける6、これ3キロの 6個パックっていうのがあって、合計だから18キロ一気に買ってるんですけど、今のところ。すごい。そうするとちょっと値段が割引になって、それで2万8000円ぐらいで買えるんで。すごい。3キロが4500円ぐらいで買えるんで、うんうん、で結構今コスパっていうか、まあ、うん、お財布的には助かってます。なるほど。はい、でも、6個セットで買うと18キロでしょ ?18 キロですね。それ自体がもうなんかダンベルみたいになりますね。そう、すっごいでっかいので、ダンボール買う。はい。で、通販で買うんですか？通販です。はい。エクスプロージョンさんのサイトがあるんです。ああ、そのサイトから買うと、はい、その、3キロ ×6 個パックの、うん、選べるところがあるんで。はい。それかと、割引が効いて、買えるっていうことで。なるほど。なんか、すごい、宅配の黒猫ヤマトさんの苦労が忍ばれるんですけど。そうですね。これは黒猫ヤマトでバイトをすると、体が鍛えられるみたいな。まあ、それはあるかもしれないです。大変そう、持ってくの大変そうです。そうでしょ。はい。なんか、水とかも私頼むとき、ほんと大変そうなんで、トラックまで取り行きますからね、こっちの方が。面白いな、これ。18キロ、すごいパックがあるもんだな。うん、はい。いや、まあ、ありがとうございます。まあ、
エクスプロージョンさんだと、まあ、あの、お試しのやつもあるんで、はい。それで、味を確認してから、あの、はい、頼むようにしました。あの、さすがに一気に、一気にドカンで18キロ来ちゃうんで、あの、失敗したらもう大変なことになっちゃうんで。そう、アウトですね。残っちゃいます。一口消費できないので。うん。まあ、味は、基本的には、はい、うん。そうですね。確かめてから、うん。します。はい。じゃあ、今日はそのエクスプロージョンさんの、はい、まあ、一押しで、はい、他になんかおすすめのが思い浮かんだりします？今まで飲んだものだと、あ、先ほど言いました、うん、海外のゴールドスタンダードさんっていう、はい、まあ、海外だと割とその人気があって、うん、割と、筋トレの YouTuber さんとかも紹介してるメーカーなんですけども、はい、意外と味が結構、うん、まあ、安定した結構、はい、うん、あ、甘、まあ、海外にありがちなすごい甘すぎたりとか、はいはい、いうのが少ないっていうことで、うん、まあ、あの、非常に金額はその分結構高いので、あ、はい、あの、僕はちょっと変更したんですけども、うん、はい、まあ、割と信頼できるブランドではあると、ブランド、そうですね、人気はあるみたいですね、うん、味も良くてっていうこと、はいはい、はい、じゃあ一度はちょっと試してもいいけど、取り続けるのはちょっと仕事頑張らないといけないみたいな感じです、ね、多分あの今の倍ぐらいかかるかもしれない金額が確か、なかなかきついですね、そうなるときついです。あとちょっと僕はあの、あ、味がちょっと合わなかったっていうのが、あ、はい、あ、意外と海外だとそのチョコレート系とか、はい、あの、ケーキの、うん、なんかミルクティーとかティラミスとかそのケーキ寄りの、はい、あの洋菓子寄りの味が多いんですけど、それちょっと僕は合わないので。そうなんです、うん、なんかあれプロテインの味派手ですよね、輸入品って。やっぱりその海外の方にあの、人気の味に多分され寄せられると思うんで、まあ、甘いの好きな人はいいかもしれないんですけど、僕ちょっと苦手なので。なんかその、はい、プロテインバーも、はい、ケーキ味とか、はい、うん、なんとかかん、もうティラミス味とかね、はい、なんか完全デザートなんですよ、何もかも。だから、なんか、僕からするとイメージとして、ミスタードーナツみたいなイメージがあるんですよ。そう。なんか完全おやつなんですよね。はい。もうなんか、それだけ普通に筋トレしない人が食べてんじゃないかみたいな。はい、で僕はどちらかというとフルーツ系でちょっと酸味があるような薄味が好きなので、はい、ちょっと今変えていってますね。はい、なるほど。はい、はい、まああのプロテインも適量取らないと、まああのいろんなダメージがあるかもしれませんし、はい、先ほどのねこのバー類ですね、はい、あ、まあ、これも、はい、単なるおやつとして食べて運動しなければ全部贅肉になっちゃうような気がして怖いんですけど、はい、今後はね、あのミスタイムさん、多分筋トレのことよりも、もしかしたら気にしてらっしゃるのが、はい、多くの方がね、はい、あの、どうやってシェイプアップしようかなとか、贅肉減らしていこうかなとか、はい、まあ言ってみれば筋トレっていうのはダイエットのためにも使ってらっしゃる方が多いと思うんですよね。そうですね。まあダイエットの一部っていうことで。うん。そうですね。ちなみにミスター M さん、あの、はい、体重100キロのデブがっていうスタートだったんですけど、今は100キロないんで、それ使えないですね。今、100キロ切っちゃいました。ね、もう100キロ行くことないんじゃないかと思うんですけど。まあ、ちょっと、あ、もう、ちょ、どうですか、ちょっと、わかんないです。ちょっと。わかんないですかね。わかんないです、はい。筋肉量が増えればいいかもしれないですけど。ああ、そうか、筋肉、バルクアップでね。はい。今、だいぶ増量してる期間だったんですね。はい。ちょっと、これを筋肉、うん、はい。リボルになれば筋肉つけてからにしたいと思ってるんで。はい。いや、だから、ずーっと動画をね、毎日のように見させていただいて、顔つきも体つきも全然変わってきて、はい。でも、なんかその、初期の頃とは違った楽しさがありますね、今動画を見させていただいても、ね。あ、どうもありがとうございます。なんかすごくこう燃えてくるっていうかね、モチベーション動画とかって毎朝 LINE で送られてくるのは、はい、なんか知んないけど、こう見ずにはいられないみたいなね。あ、本当に嬉しいです。
ね、なんか無言で、ただ黙々とやってるところ、はい、ずっと見てしまうというね。少しでも、そうですね。モチベーションになってもらえばっていう。うん、あの音楽もいいですしね。毎回そうですね。ちょっと選曲して。すごい。やるようにして。70を超えて送られてくるんで、2ヶ月以上なんですけども、はい、すごいネタがあるなと思ってね、もう感心しますよ。すごいですね。はい。で、まあ、そろそろ1時間も経ったんでね、これからまとめの方に入っていきたいんですけども、はい、この夏ですね、7月、8月と、筋トレとかダイエットに取り組んでらっしゃる方って、はい、結構いると思うんですよ。まあ、私たちを含めてだと思いますけども、はい、なんかそのエールを送る意味で、こうしたらいいよ、みたいなね、なんか、お声掛けとか、まあ、一言アドバイスみたいなのがありましたら、こう、私に向けて、言うつもりで皆さんにちょっとお伝えいただければと思うんですけど、はい、40代半ばを過ぎたあたりで、はい、ああ、ダイエットしないとな、みたいな、はい。ね。春の健康診断でメタボですよとかね、糖尿病の毛がありますよみたいに言われてドキッとしてる人いると思うんですよ。はい。まあそういう方にね、ちょっと筋トレとかダイエットに対して、はい、まあ、どんな気持ちで取り組めばいいのか、みたいなね、楽しんでいくこととか、うん、さっきのプロテインの取り組み方とかいろいろあると思うんですけども、はい、ちょっとお聞かせいただいてよろしいですかね。そうですね。まず一つは、誰かと比べるのではなくて、自分のペースでやるのが一番長続きしていいのかなっていうのは思いますね。うんうん、はい、急激にやったりとか、強制的にやらされたりとか、うん、そういう環境に身を置いてやったとしても、うん、まあ、長期的にはそういう習慣に多分ならないと思うので、うんうん、自発的に主体性を持って取り組むと、その自分の、うん、ダイエットのその形ができてくると思うので、うん、そういうふうにやってもらいたいです。うん、で、モチベーションでお困りの方は私の YouTube を見ていただきたいと思います。そうですね。はい、まさに、うん。はい。と思っています。うん、その、まさにね、その、ミスタイムさんの動画って始まりが100キロ超えのところからじゃないですか。はい、そうですね。で、まあ、わかんないですよ。私の感覚かもしれませんけども、100キロを超えた人が筋トレをしてね、ぐっと体を作っていく、痩せていくみたいなのは想像できなかったんで、はい、まあ、ある意味、この、どうなっちゃうんだろうみたいな感じで見てたら、はい、まあ、みるみる体締まっていってね、はい、トレーニングも、少しずつ地道に積み上げてるとこを見て、こっちまで、なんか、はい、ああ、ちょっと頑張んないときだな、みたいなモチベーションいただいたんですけども、はい。こう楽しみながら何かを目指してやること、それでいて誰かと競争しないっていうのは非常に重要なことだと思うんですよ。で、私の場合は部屋に、はい、マッチョのポスター貼ったり、はい。その、うん、カンフーの映画を見たりね、はい。割とそういうのを見て、こう自分の心に火をつけて、はい。ヒーローになったつもりでね、こう、苦痛に向かっていくっていうか、うん、ある意味、はい、筋トレって苦しいのが楽しいですよね、なんか。そう、まあそういうふうになってきますね。最後の一撃が、こう、ぐわーってやってる時が楽しかったですよね。はい、うん。そうですね。うん。楽しいです。うん。だから、ああいうところの、その、まあ追い込んだところの、その、なんですかね、苦しみ楽しみみたいなのが、はい、きっと、この、ミスタイムさんがね、出してらっしゃる動画とかで、集まってくる人の、まあ、喜びなのかなと思うんですけども、はい、まあ、ガチンコマッチョクラブ、ね、前回、はいはい、募集して、はい、まあ、非常にたくさんの方が参加してくださいましたよね。はい、あ、そうですね。でもやっぱり肝心なのってやるぞと思って続けていくと、はい、まあ、いつの間にか、はい、こうね、だんだんね、これは皆さん同じなんですよ。私も含めてなんですけども、はい、だんだんやらなくなってくるんですよね。残念ながら、ほとんどの方そうなってしまう。はい。と、おそらく。ね、はい、思いますね。だからね、最初は、やるぞと思って、機材揃えてみたりとか、はいはい、動画のトレーニングとかを学んでみるんですけども、実際、続けるのっていうのは、はい、なんかどっから来るエネルギーかわかんないんですけども、はい、切れていくっていうかね。ああ。だから私としては、ね、たまに機材買ってみたりとか、はい、違うトレーニングやってみたりとか、はい、まあ、映画や音楽とかっていうの
こういろいろとね、見てみるんですけども、はい。その中で私はミスター M さんの動画っていうのは音楽がね、なんかね、ものすごく重要で、はい。はい、あのモチベーション動画って、はい、音楽とともにトレーニングを黙々としている一人の男、これを見ていると、はい。はい、俺も一人でやんなくちゃな、みたいな気持ちになるんでね。そう。むちゃくちゃあれはね、嬉しいです。ね、岡山のね、花谷龍馬さんも、むちゃくちゃ評価してましたけど。はい、嬉しいですよ。これを、はい、黙々と送られてくるこの動画は何だとか言ってね。はい。なんかトレーニングしてましたよ、うん、彼も。はい。面白いですね。まあ、なんか、ああいう。まあ、うん、まあそうですね。きっかけにしていただければいいなと思って、はい、出し続けてますので。はい。まあ、僕としてはもう、苦痛ではなくて、楽しんでやってるので、楽しんでやってる中の人をコマを切り取って、うん、はい、はい、出してます。ですよね。はい。で、ガチンコマッチクラブの、じゃあテーマとしては、はい、この、その楽しんでやらせてもらった上に、はい、見てる人、関わる人も楽しんでいただきたい、なんかのきっかけになってほしいっていうね、毎日動画の中で言われてることが、大きなコンセプトだとは思うんですけども。そうですね。はい。うん、これからガチンコマッチョクラブがね、もう、まあ、第2期というのかどうかわかりませんけど、第1期始まって、しばらく時間が経った時に、はい、今、なんていうか、ダイエットにもちょっとね、目を向けているのかなっていうふうに私は感じるんですけども、はい。やっぱり筋トレをすると、贅肉がどんどん筋肉に変わっていくから、自然と痩せやすい体ができていって、太りにくい体っていうね、すごくありがたいものに向かっていくんですけども、はい。やっぱダイエットっていうのは、はい、ある意味、モチベーションがガッとね、湧いてきた時はやるんですけども、モチベーションっていうのは劇薬で、はい、モチベーションが切れると今度誰もやんなくなるんですよね。そうですね。だから。共に、切れる方多いですね。うん。はい。多分、うん。気持ちが切れてしまうと、難しいなと思いますね。はい。はい。うん。まあ、ですんでね、これから放送の中で、多分、求められているのは、モチベーションどうやって保つんだ、みたいなところでね。うん。その中の、いくつかのヒントとして、機材を買うとやる気になるっていうのもね、この前、聞かせていただいたのと、はい。だから楽しみながら、プロテインみたいなね、タンパク質摂取するときに、今日ブランドで味を楽しんでみるとか、はい。あんなのもあるかなと思うんですけども。はい、ありますね。まあ、ミスター M さんは、はい、自分のね、モチベーションを、あえて補給するときっていうのがあるとしたら、やっぱり、映画とか、はい、なんですかね、タフガイのモデルとかって、そうだよね。目指す肉体を持っている俳優さんとか、はい、なんかプロレスラーとか、なんかそういうのはあるんですかね。そうですね。結構、ありますね。うん。まあ、ハリウッドスターだったりとか。はい、はい。そうですね。うん。僕は、ドウェイン・ジョンソンさんっていう。はいはい。ワイルドスピードとかに出てる、スキンヘッドとか、ムキムキの人が好き。でかいですね、あれから。はい、うん。人の、まあ、トレーニングしてる動画とかも YouTube であったりするので、頭に見たりとか。はい、うん。まあ、それこそワイルドスピードを見たりとか。はいはい。そうですね。まあ、そういうのとか、あとまあ、プロレスラー、うん、プロレスも結構好きなんで、プロレスを見てみたりとか。はい、まあ、すごい体してる人を見たりはしますね。というと、なんか試合とかで、K1 とか格闘技の試合とかも見たりするんです？まあ、たまに見たりしますね。はい。じゃあ、ミスター M さんは、はい、戦うための体っていうよりも、本当に肉体に対する追求なんですかね。あ、今はそうですね。そう、変わりましたね。あ、でも前は、ちょっと競技者志向だったんですけど、あ、うん、今は、うんうん、そう、自分の肉体の追求といいますか。あ、うん、まあ、ああいうような、こう、すごい人に、近づいてみたいなっていう。ああ。余計があります。そうですね。やっぱね、私もね、何人かの方に似たようなことを聞いたんですけども、最初は、はい、ちょっと街の悪いやつにいじめられて、はい、カツアゲされて、
もうこんなんじゃダメだと思って、やり返すために体鍛えたら、はい、今度は肉体の追求しだすと、はい、復讐心とかっていうのは消えていって、はい、逆になんでこの肉体とかね、強さを、弱いものを貶めるために使うんだろうっていう正義感が出てきて、もうなんか内側への追求に変わっていくらしいんですよね。あ、そうかもしれないですね。きっと今、ミスタイムさんがね、まあ、格闘技を追求される方が攻撃的で野蛮だっていうつもりはないんでしょうけども、やっぱりどっかで、内側、自分の内面性にものすごくね、挑戦しているなっていうところが、私もね、なんかそんな感じで、たまにね、スパーリングとかを見て熱くなるときあるんですけども、自分もやってみたいなっていうときあるんですけども、だからといって相手を倒したいっていうのとは違って、自分の肉体がどこまで耐えうるのかとかっていうのには興味があるんですけども、はい、だから自分のパンチで誰かをね、這いつくばらしたいっていう気持ちをなんか全然若い頃持ってたはずなのに全然今ないんですよね。なんかむしろどこまで自分の体っていうのが使えるのかなとかね、どこまで鍛えられるのかなとか、自分の精神はそれに持つんだろうかみたいなね。あ、そういう、なんか全問答みたいになってきますね。こういうところはありますね。自分との戦いを続けたい。自分がどこまで。うん、やれるのかとか、精神的にもですね、うんうん、そうですね、まさに多分それがガチンコマッチグラブの精神なんだと思うんですよ、はい、ね、自分の肉体への追求であり、自分の心に対しての対話でありね、うん、自分はどこに行くんだろう、どこにいるんだろうみたいなね、うん、そういう意味で、はい、お話の冒頭あったと思うのは、誰かと比べるんではなくてって言葉が自然に出たと思うんですけど、まさにそうですね、はい、いや、非常にいい話が今日もできたんではないかなと思います。じゃあね、はい、すみません、この辺でだいぶ時間も経ったんで、終わりの言葉にしていきたいと思うんですけども、ミスター M さんから、はい、なんか今日の感想なり、はい、次回に向けての抱負なりがございましたら、自由に語っていただいて、はい、今日は締めたいと思うんですけども、なんか言い残したことはないですか、はい、今日。言い残したこと。今日、とても、今日もすごい楽しかったです。あ、楽しかったですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。まあ、今日のお話でやっぱり自分の続けられている理由っていうのを再認識できましたし、うん、そうですね。なんで続けられているのかなっていうところで、一番、多分その、普通に、ただ、ダイエットしたいとか、ちょっと筋肉つけたいっていうだけだったら多分続けられてないと思うんで。はい。そこ、まあ、再確認できてよかったなっていうところがありますね。自分のその、内面と向き合ってるんだなっていうのは、うん。再確認できました。そうですね。はい。なんか、それ、追い込む最後の一発の時って世界中のことを忘れる感覚ってないです。うん。まあ、もう本当に自分との戦いなんで、そこは、そういう時になるので、そうするともう、周りかも関係ないです、ね、自分だけの。ええー。本当にね、なんかね、最後の一発、もう無理だって時の一発のこのね、突き上げっていうか、最後の、まあ大体、ダンベル上げる時って8回で終わる時が多いんですけど、7、8みたいな。最後の8回を超えて、もう1回やる時って、もう世界中どうでもよくって、何にも頭に入んなくって、ただ、自分の肉体がこう、最後のブルブルっと震えて、最後の、その、何ですかね、筋肉の、この、なんす、躍動ですよね。その内側と対話してるような気がしますね。ありますね。ね、はい。で、無理してできた最後の一回に、ものすごく自分の肉体に感謝するというか、お疲れ様という気持ちで、シェイクを飲むと。そう。うん。そうですね。その時、まあ、自分と会話してるのかもしれないですね。うん。感じる時もあります。はい。今日も、今日もやりきれるかとか。うん。その後なんですよ、私思うのはね。はい。最後の一発をグッと踏んで、プロテインを飲みながら休憩取ってる時に、他のプレイヤーも、こうしてるのかな、ミスター M さんも最後の一発で汗をね、今日トレーニング終わったっていう時の解放感と充実感っていうのを味わってるんだろうなと思うと、はい、いつも私はね、ミスター M さんと会話してるような気持ちがしますね。自分で一人でトレーニングしてて、はい、うん、まあ綺麗に言えば一人じゃないんだっていうね、はい、まあ
あ、久保さんもやってるかなと思って。あ、思います。しますね、うん。嬉しい。ねえ、嬉しいですね。なんか、いつかね、もっともっと自由に世の中行き来できるようになってきたら、GoTo キャンペーンじゃないですけども、どっか寺に集まって、何人かでも少人数でいいんで、なんか、腕立て伏せ大会でもしたいな、とかね。うん、なんかそういうのも私の楽しみですね。うん、おそらくそこに集まる人たちっていうのは、その深いところで共感できる部分を持った人たちなんだろうなっていうのがあるので、はい、うんうん、そういう意味では、はい、お会いしたいなっていう、ね、楽しみですね。楽しみでしょ、ガチンコ、はい、マッチョクラブ、40代、50代大会とかね。その若い人はちょっと勘弁してもらって、かなわないから。限定で。そう、老体に鞭打ってる人だけ。もう。出てやってるの10回がきつい人だけ集合みたいな。ああ。でも、多分、同じ気持ちで、大体でも、うん、体に無理ができなくなったりとか、共感できる部分、すごい、はい。あると思う、ね。そうですよね。いいと思います。うん、はい。まあそういうのもね、ちょっと遠くにこうぼんやりと見ながら活動をね、お互いやらせてもらえたらなと思いますんで、はい、これからもガチンコマッチョクラブガンガンやっていきましょう。はい。ね、ガチンコファイトクラブの竹原さんも竹原 TV っての始めているみたいですから、ああたまに見ながら。はい。面白いので、たまに。あ、見てます？見させてもらう。はい。じゃあ、あそこに、はい、殴り込みに行くみたいな感じ。面白い。ボコられに行くような感じで。いや、いいと思います。はい。あれを見て、そうですね。こう育ってきたというか。はい。うん、そうですね。あれに影響を受けてきたので。はい。ねえ、私も毎週楽しみにあれ見てましたからね。はい。で、たまに最近も YouTube で違法アップロードが上がってたらすぐ見ますよ。何回も。あ、昔の。書いてる、あ、出てるってことですか。みんな若いの、ね。うん。まあ、アンミンさんとか最近、竹原さんと対談されてましたけど。はいはいはい。なんか、いい感じで年取りましたね。変わられてますね。うん。すごい。はい。うん。なんか面白いですね。あれ、ガチンコが終わって20年経ってもまだね、私たちの記憶に深く残っていると。で、しかも、ミスターミさんの番組までできちゃう。ガチンコマッチクラブまでできちゃうみたいな。すごい。うん。というところでね、今日はこの辺にさせていただきますけども、本当に90分近くありがとうございました。はい、こちらこそ。お疲れのところ。またね、やらせてもらえたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん。本当に今日、ね、ご覧になってくださった方もありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。はい。じゃあ、ミスタイムさんね。はい。明日からも、はい。トレーニングは終わりなき、ファイティングローズでございます。そうですね。はい。内なる追求。続いていきます、はい。はい。お互いによろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあ、すみません。ありがとうございました。また語り尽くせないところがあったんですけども。お時間いただきました。ありがとうございます。とんでもない。お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。